しゃあったキープサイズ来ました。84本目。お、これもまあキープ。85本目。86本目。87本目。ではまた90本から始めましょう。はい、91本。餌を追ってるんですよ。今くわえてます。食い上げです、食い上げ。ああ、まだ、まあ多分持ってくると思います。追ってきてます。よっしゃ、だけどちっちゃいです。あ、今食い上げてつついてます。今くわえてます。くわえてますよ。ああ、ではまた追ってきます。まだ追ってきます。しつこく追ってくるんですよ。ほら来た。タチウオはね、あの水中でどんな風な食い方をしてるかね。今食い上げてます、食い上げてます。今食い上げてますよ。食ってます。はい、よいしょ。お、キープサイズが来ました。側面にかかってるでしょ、ね、これなんですよ。何回もね、こう食いがね、あの甘い時ね、こうじゃれつくというか、こう餌をつつくんですよ。だからそこでね、食うのを待っててもね、かかんないんですよ。だから食ってきてつついている瞬間に合わせを入れて腹筋させる。ね、これが味噌なんですよ。はい、99本目。100本目いきます。
よいしょ、100本目です。はい、100本目です。ちっちゃいです。108本か。108本。突然行き出した。おー面白い。おーしょ、おーナイスサイズ、ナイスサイズが来ました。おー、109本。はい、110本目です。あ、尻尾切りです。117。21本。このちっちゃいやつ、122本。23本。サイズ、124。おおしゃ、ナイスサイズ、125。127。128。128本。これもうギリギリダメですね。よっしゃ、129本目。はい、130本目です。はい、これで130本目。あと70本です。今130本。あとね、200本まで、70本頑張りたいと思います。今131本ですね。132本。
33も。お伝えしましたけど、今159。とりあえず160を行きましょう。よっしゃ、これで160本ですね。169です、なんとか頑張ってやってます。170か。
38まで行ってます。強めのね、このリアクションで送ってきますね。ただね、これね、疲れるんですよね。80本目。ちょっと今いいサイズが来てますね。よいしょ。足元に来ないんですよね。結構遠投して来てますので、はい、180本行きました。あと20本、187まで行きました。ゴールは見えてきました。188ですね。手前で来るやつはね、ちっちゃいですよね。ね、こんな感じです。怖ない。体力が。ああ、た。頑張れ。SD カードの容量がもうね、
あともう少ししかないんですよ。だからね、ちょっとね、活用して。なかなか、前に進みませんけど、あともう少しです。もうフラフラでございます。10本。よし、191本。もうちっちゃくていい。92本。192本でございます。腕がパンパンでございます。忘れた。いいサイズが来ました。197。頑張れよ。198。
よっしゃ、199。はい、199。さあ、あと一歩リーチです。肩が痛い、腕が痛い。はい、長かったですけど200分達成です。とりあえず寝て、お家に帰りたいと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今回はね、ワンナイトで、200本超えということでやってみたんですけど、まあきつかったですよね。特に後半ですね、あの130本ぐらいからね、もうちょっときつくてね、まあ、どうしようかなと思ったんですけどね、なんとかね頑張って、200本超えることができました。今回はね、ちょっと戦略がありまして、まあ、リリースだけじゃね、面白くないから、なんとかね、もうキープサイズの指3本を狙おうと思ってですね、一応周囲音を使った場合ですね、まあ、広範囲を照らすんですけど、今回はね、もう足元1点だけね、照らして、まあ、小さいサイズの指2本半のサイズのね、タジオを足元に寄せて、で沖の方に遠投して、ちょっといいサイズのラジオを拾い釣りするという戦略でやったんですけどね、まあ、戦略通りね、結構指3本以上のねラジオがね釣れましたので成功かなと思っております。まあ、本当はね、200本分ね全部動画撮ろうかなと思ったんですけどね、ちょっと長丁場になりましてね、全部撮ってたらね、もう後が撮れなくなりますので、ちょっと若干割愛してるとこありますけど、まあ、前回ね、結構ダブルカウントして、本当はね153本か4本なんですよ、ダブルカウントしてですね、数を間違えたのがありましたので、今回ねカウンターを持っていきましたので、1本ね、釣れるたび
をしていきましたのから間違いないと思います。まあね、前回はね、だいたいあの食い方がですね、サンマリン情報でゆったりしゃくってポールでね食ってくるパターンだったんですけど、今回はねちょっとねパターンが変わってまして、あのゆったりホールではねかかんなかったんですよね。でいろいろこう試してみたら、ちょっと強めのね早いしゃくりで食ってくるパターンだったんですよ。だからあの動画見てわかると思うんですけど、結構激しくねロッドを振っていると思います。イメージ的にはね、あのラインを海面に叩く感じのしゃくりですね。これで今回振ってきましたね。だからねもう結構疲れたんですよ。もう最後の方はねもうフラフラです。もう腕はパンパンだし、肩は痛いし、腰は痛いしね、もうあの200本という数はね、あの数だけじゃなくてやっぱ一番体力がものいますね。テンヤはねいつものあのスパークテンヤを使ったんですけど、あのどうしてもねあの表層付近はね指2本半の小さいサイズのタチウオがありますので、ちょっと重めのね、11g と 15g とかね、ちょっと重めの電話を使ってですね、中層までホール速度を速めて拾っていきましたね。どうしてもね軽い電話を使うとね、小さいサイズがねバイトしてきますので、ね、まあ、それも作戦通り行ったと思います。200本釣って、キープサイズ、30本ですね。まあ前回よりね、指3本のでかいやつの割合が増えてますので、今後期待したいと思います。やっぱりこのくらいのサイズがね200本釣れればね大満足なんですけど、まあしょうがないですね。次回も頑張りたいと思います。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。